ニューギニア島とメラネシアニューギニア島は太平洋南部に位置する島でありインドネシアとパプアニューギニアの2カ国の領土である島の西半分を領有するインドネシアは東南アジアの国家であるが島はオセアニアに含まれるまたメラネシアの島々の一つであるオーストラリアとはトレス海峡を隔てその北側にあるパプア島イリアン島とも呼ぶ面積は 約78.6万平方キロメートルで、日本の国土の約2倍の大きさである。世界の島の中では、グリーンランドに次ぐ、面積、第2位の島であり、大陸を含めても8番目に広い陸海である。3通りの故障があるが、ニューギニア島、パプア島、イディアン島それぞれの由来は異なる。ニューギニア島の行政区分。西から、インドネシア西パプア州、インドネシアパプア州。 パプアニューギニア統計141度セントフライ側を境に西部をインドネシア、東部をパプアニューギニアが領有する。インドネシア領は西端の半島を西パプア州、残りの大部分をパプア州が占める。パプアニューギニア領は北部のモマセ地方、南部のパプア地方、その間の山岳部の山岳地方に大別される。ニューギニア島の地形図固有主観と北は、 太平洋とビスマルク海、西はハルマヘラ海とセラム海、東はソロモン海、南はアラフラ海、トレス海峡及びサンゴ海に囲まれている。島の中央を険しい山脈が東西に走る。西からマオケ山脈、ビスマーク山脈、オーエンスタンリー山脈と名付けられている。オセアニアで最も標高が高い地域で、 オセアニア最高峰のプンチャックジャヤなど高峰が並ぶ。島の北西部はドベライ半島、南東部はパプア半島と名付けられている。高山地域を除き、鬱っとした熱帯雨林が広がる。島の南部にフライ側、北部にセッピック側が流れる。東端付近にミルン湾がある。ニューギニア島の植民地支配。オランダ、ドイツ、帝国、イギリス、オーストラリア、ニューギニア、 最初の人類は、氷期の頃にスンダランドから移住してきた人々であると考えられ、オーストラリアのアボリジニに近い系統である、オーストラロイドとされ、現在も多数派である。その後、海洋民族で、青銅器文明を持つアウストロネシア系の諸民族が到来した。大航海時代に、オランダ人やポルトガル人が来訪したが、熱帯雨林と湿地帯が大半を占める、この島は、 活用方法がなく、ほとんど、手付け数であった。しかし、やがて植民地主義の到来で、獲得競争がこの島にも訪れ、西半分をオランダ、東は、オーエンスタンレー山脈とビスマルク山脈で南北に、分割、北をドイツ、南をイギリスが領有した。後に、イギリス植民地は1901年に独立した、オーストラリアのニューギニア植民地となる。 第一次世界大戦後、1920年国際連盟によって、ドイツ植民地をオーストラリアの委任統治領とした。この地は太平洋航海の中継点として利用するほかは、首都がなかった。この頃まで、険しい山中は無人であると思われていたほどである。第二次世界大戦の開戦によって、島の北半分が日本によって占領される。 南部の拠点であるポートモレスビー確保のために日本軍とオーストラリア軍の間でニューギニアの戦いが始まり東部を中心に戦闘を繰り広げたアメリカ軍がオーストラリアを拠点に空輸作戦や上陸作戦を実施し北部沿岸一帯での激戦の末に日本が敗退すると各国が植民地経営を再開したインドネシア独立戦争を経て 1949年にオランダはインドネシアの独立を認めオランダ領の西ニューギニアが成立したオランダは1961年にオランダ領の西ニューギニアを西パプア共和国として独立を認めたがインドネシアが侵攻したため国連による暫定統治を経てインドネシアへ併合されてイリアンジャヤ州となった2002年パプア州に改称された 北東のオーストラリア委任党治療は国際連合の新宅党治療として引き続きオーストラリアが支配した。1975年に南東のオーストラリア領パプア順州と共に英連邦の一員として独立を認められ、同年9月16日パプアニューギニア独立国が成立した。コロワイ族の男性先住民はパプア系の諸民族で今も多数派である。 ニューギニアコーチ人とも呼ばれ、外界から孤立した内陸部で独自に農耕を発明し、多数の部族社会に分かれて暮らしていた。海岸沿いの地域には、近代以前に海洋民族であるメラネシア人などアウストロネシア系の諸民族が入植した。西ニューギニアにはインドネシア独立後、マレー人が入植をしている。ありがとうございます。